サンジェルマン・アンレー条約、またはサンジェルマン・アンレーの和訳は、1679年6月19日、6月29日に、フランス王国とブランデンブルク選定公領の間で締結された講和条約。条約により、フランスの同盟国スウェーデンは、スコーネ戦争でブランデンブルクに奪われた俗領のブレーメンフェルデンとポンメルンを回復した。 スウェーデンは1679年7月28日に条約を批准した。条約は一部でブランデンブルク戦抵抗フリードリヒビルヘルムの最大な政治的敗北とされた。彼は4年間の戦役でポンメルムを征服したにもかかわらず、フランスに迫られて自分が継承権を有すると考えたポンメルムを割上した。ブランデンブルク戦フリードリヒビルヘルム 1680年代の作品。スウェーデンは1672年4月にフランスと同盟した。この時期にはイングランド王国、ブランデンブルク選帝公領、ネーデルラント連邦共和国、デンマーク・ノルウェーがスウェーデンと敵対していた。新生ローマ帝国レオポルト一世も1673年8月30日にオランダとスペインと反仏同盟を結成。 1674年初に宣戦復告した。その後、ブランデンブルク選抵抗フリードリヒビルヘルムも、反ン同盟に加入した。スウェーデン王ーカール11世は、フランスオールイ14世を支持して1674年に、ブランデンブルクに進行したが、フェールベリンの戦いで、決定的な敗北を起死した。デンマークはそれに続いて、 スウェーデン領のスコーネに侵攻した。これによりスコーネ戦争が開戦したが、ブランデンブルクは北、ドイツ、スウェーデン領ポンメルン、ブレーメンフェルデン、クールラントゼムガレン公国など、スウェーデン族領を占領した。デンマークも、リューゲン島を占領したが、スコーネでは、ルンドの戦いとランズクルーナの戦いで敗北した。内命編の和役により、フツラン戦争が終結すると、 フランスはスウェーデンへの支援を再開することができた。フランスはライン川流域にあるブランデンブルク領をクレーフェ公国に侵攻した。ブランデンブルクはその地域での軍勢が不足した上、内名編の和役で同盟国を失ったため、占領したスウェーデン領と引き換えに平和に同意するしかなかった。デンマークノルウェーも同じく、 1679年9月にスウェーデンとフォンテーヌブロ条約を締結した。1653年のシュテッティン条約から1679年のサンジェルマン条約までのスウェーデン両ポメラニアとブランデンブルク選定公領,領のポンメルン州。ブランデンブルクの同盟者であるレオポルト1世は1679年2月にルイ14世と単独交は、 ブレーメンフェルデンとスウェーデン両ポンメルンのスウェーデンへの割譲が含まれた1648年のベスト・ファーレン条約を再確認した。レオポルト一世はフリードリヒビルヘルムがバルト海における新しいバンダル族の王になることを避けようとしブランデンブルク・ポンメルン戦争がフランスとの交渉を阻害することも防ごうとした。フリードリヒビルヘルムは外交官に フランスへの無条件援助を提案するよう命じた。この援助とは、フリードリ・ヒビル・ヘルムが、スウェーデン領ポンメルンを保持する代わりに、対レオポルト一世の軍事援助を約束する、というものだった。さらに、フリードリ・ヒビル・ヘルムはスウェーデンに、ポンメルン割譲の対価として、金スートンと、対デンマーク・ノルウェイの軍事援助を提案した。しかし、ルイ14世は、 ブランデンブルクの要求を満たす興味も、軍事上の必要性もなかった。彼は逆に、スウェーデンがフランスと同盟したことで領土を失う、ことを防がなければならなかった。フリードリ・ヒビルヘルムはスウェーデンがシュテッティーンを失う、可能性がストックホルムより高くなることはないと告知され、さらに、フランスから、私たちはまず、リップシュタットを落とし、続いて難なく、人間も、その後は、 ハルベルシュタットとマクリブルクが相次いで陥落、やがてベルリンに着くと脅された。すでにクレイフェが占領され、民伝が包囲された状態だったため、フランスはフリードリ・ヒビル・ヘルムのラインガー流域の領地を割上する代わりに、スウェーデン領ポンメルンを維持するとの提案も拒絶した。ルイ14世、1670年。1679年6月29日。 フリードリヒビルヘルムは条約に署名、ブレーメンフェルデンとスウェーデン両ポンメルンの大半をスウェーデンに返還。代償として遺写料がルイ14世から支払われたほか、東フリースラントが返還された。フランスからブランデンブルクへの支払いは2年間、計30万ターラーと固定された。その後、フランスはさらにブランデンブルクにこの支払いが90万。 ターラー軍のフランス債務を帳消しにすることを認めさせた。ブランデンブルクはさらに、オーデル川東岸のスウェーデン領をゴルノーとダムを除いて獲得した。ゴルノーは5万ターラー相当の提投として、ブランデンブルクに貸し出され、1693年にスウェーデンに買い戻された。スウェーデン領ポンベルンのブランデンブルク占領軍は三ヶ月以内に撤退するとした。条約はまた、 オランダ軍がクレイフェ公国に駐留することを禁じた。スウェーデンウォーカール11世、1676年。1679年12月、ブランデンブルクが最後まで占拠したシュテティーンがスウェーデンに返還された。スコーニ戦争中に流言島を占領したデンマークは単独でスウェーデンと講和した。1679年9月26日の ルンド条約により、デンマークは10月20日までに、流言島をスウェーデンに返還することを約束した、同1679年、ブランデンブルクは、フランスと秘密同盟を締結した。フランスは、ブランデンブルクの主権を10年間尊重するほか、毎年10万リーブルを支払う代わりフランス軍が、ブランデンブルクの領土の自由通行権を得た。この同盟が締結された理由は、 ブランデンブルク選定校が皇帝に失望したことにあったが、その原因は皇帝がサンジェルマン安例条約の締結に同意したことと皇帝がブランデンブルクの強大化に反対したことにあった。フリードリヒビルヘルムはフランスの拡張主義と彼がフランスの首引きと呼んだものには気づいていたが、彼はそれでも神の加護と王の権力のみが我らに安全をもたらすと結論付け、 神聖ローマ帝国と皇帝が我らを敵の前に無抵抗にさらすとした。しかし、ブランデンブルクは1685年には新しい反仏同盟の締結を秘密裏に模索し始めた。ありがとうございます。